ト日本プロジェクト in 神奈川、メッセンジャーの土屋奈々です。さて今回は生活の中に海がある町の子どもたちに我が町の海自慢を聞いていきたいと思います。やってきたのは鎌倉 YMCA です。私たちに我が町の海自慢をしてくれるのは YMCA 鎌倉っ子スクールの皆さんです。皆さんこんにちは。今日はみんなの町の海自慢を教えてください。鎌倉海浜公園で青い海を見ながら遊べるのが最高です。たこ揚げや追いかけっことか、家族や友達が学童の友達です。鎌倉に行くところのトンネル通った時に見る海が一番綺麗なのでぜひ見てください。お父さんや、お母さんとか友達とかと一緒に行きます。材木座海岸とか逗子海岸に遊びに行きます。冷たくて生き物がたくさんいていいと思います。鎌倉の海は、広くて砂浜が広くて海がとても綺麗で青くてとても綺麗です。砂浜でラグビーができるところです。走りにくいけど結構体幹とかが鍛えられていいです。海大好き。海が大好きな子どもたちみんな可愛かったですね。私も自慢の海がある町に住んでみたいと思いました。海と日本。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。